はい、皆さん、ちょーともです。というわけで、今回なんですけども、東京福巡りをね、やっていきたいと思います。東京福巡りはね、僕の中でも結構人気の企画で、まあ、下北とかね、原宿とか渋谷とか行ったりしたんですけども、まあ、今回はですね、高円寺に行きたいと思います。古着と言ったら、高円寺か下北かみたいな、結構言われてるところだと思います。まあ、僕はね、一回も行ったことないんですけど、名前ぐらいはね、よく聞く言葉で、高円寺の古着屋巡ってくださいみたいなところもね、コメントなんで結構多かったんで、今回はね、高円寺を巡っていこうかなと思います。はい。で、まあ僕住んでるところが静岡なんでね、ちょっと今から向かいたいんですけども、ちょっと今の時刻が、こちら、9時32分ですね。で、まあ10時ぐらいの電車に乗りたいんで、結構早めに行かないといけないんですけど、ちょっと服選びからやっていきたいと思います。というわけでね、服選んでいきたいんですけども、最近ね、もうこればっか着てるんですよね、ノースフェイスのドライヘッドジャケット。さすがにね、毎回着すぎかなっていうので、これじゃないやつで選んでいきたいんですけども、で、気温的にはね、10度から13度ぐらいらしいんですよね。だから、ちょっとダウンとかもね、いいかなと思ってるんですけど、ダウンね、結構旅行とかで使うと、着ぶくれするな、みたいな。ちょっとね、今回はダウンやめようかなって思いますね。まあ、とりあえず、スウェット着ますか、普通に寒いんで。まあ、これとか、普通に、あったかそうなんで、着ていきたいと思います。で、まあ、この上に、ちょっとアウターあたりとかも、着ていきたいんですけども、まあ、このドラッグジャケットとか着てみますかね。やっぱね、今日ね、そういえば日本代表のスペインとの試合があって日本が勝ったんですよ。めちゃくちゃすごいんですけど。まあ、その意味合い込めてね、今日はちょっとサッカー寄りのファッションにしていきたいなって感じですね。では、まずちょっと、これと、これ着て、で、パンツどれか合わせるかっていう話なんですけど、どれがいいかなっていうので、コーディロイパンツもね、いいんですけど、ちょっと、これが結構合うかなっていう感じですね。色味的にはね、こういうちょっと古着っぽいカラーとかだと結構合いやすいなって思うんで、このプロッパーのカーゴパンツに合わせていきますね。はい。というわけでね、着てみました。こんな感じですね。まあ、色味的にはいいんじゃないですかね。だからここに帽子あれば結構ハマるっていう感じですね。まあ帽子はこれにしようと思います。結局ね、この帽子合わせやすいんですよね。荷物の準備もしていきたいと思います。で、東京がね、3泊4日ぐらいするんで、結構ね、荷物が必要になるんですけども、まああんまりね、着替えるのもめんどくさいんで、パンツと靴下だけ、この中入れときます。はい。で、ちょっとね、合間時間とかあったら編集したいので、ちょっと Mac とか、Mac の充電器あたりも持っていきますね。はい。で、まあ、身支度セットと、これが移動中とかに使えるようなバッグで、バッグ2つ持っていきたいと思います。というわけで、やっと向かっていきたいと思います。電車の時間危ないんですけど、一応財布とね、AirPods もバッグの中に入れたんで、向かっていきたいと思います。まあ、コーデ的にはこんな感じですね。はい。まあ、結構いいんじゃないですかね。古着っぽい感じのコーデ。で、合わせていくのが、まあ、ちょっと黒で締めますか。いや、今回は黒じゃなくて、こっちの方がやっぱ、なんか合いやすいですね、色的に。このバッグのワインレッドとか、ここの赤とかで拾える感じなんで、ちょっとこれでいきたいと思います。というわけで、今浜松駅に着いたんですけども、ちょっと思ったよりも時間が押してるんで、ちょっと早く向かいたいと思います。はい、というわけでね、今高円寺に着きました。というわけで、今一緒に巡る人と待ち合わせしてるので、行こうかなと思います。来ました、菅さんがいました。こんにちは。こんにちは、お久しぶりです。お久しぶりです。菅と申します。まだここには距離はありますけどと、まあ、菅さんの説明をすると、古着屋の店員さんですね。そうっす、古着屋の店員さんです。ただので、僕の動画で結構出てるダメージドンっていう店で働いてる古着屋の店員さんって感じですね。3度4度です。レギュラーメンバー、レギュラー。そんな感じですけども、今日は高円寺というわけで、高円寺はどういう感じなんですか、店。僕一回も行ったことないんですけど、高円寺は下北って安くてでかい店がいっぱいあると思うんですけど、高円寺はあんまりそういう大衆的なお店が少ない。ああ、なるほど。基本的には何かしらのこだわりを持ってちっちゃい規模でやってるお店が多い。ああ、じゃあ下北っていうよりもよりコアなっていうか。そう、下北よりもちょっとコアなお店とか、のお店の雰囲気が漂ってるお店が多いです。こっち側に行くと服屋がたくさんある。こっち側、この向きに商店街があって、この通りとかが古着屋多いです。なるほど。下北と違って商店街に服屋がたくさんあるっていう、そんな感じで。でもとりあえずちょっと腹減ってます。今ね、着いたのが12時ぐらいなんですけど、ご飯食べ行きますか。じゃあとりあえず、お願いします。高円寺のご飯屋さんってなったら、やっぱどこが有名とかあるんですか。
有名かどうかわかんないですけど、好きなお店が2つあって、まぜそばの南っていうのと、その横にあるなんかとんかつとか揚げ物の定食のお店があって。うわー、それいいっすね。僕、それがいいです。じゃあ、どう行きましょう。じゃあとりあえず今からご飯を食いたいと思います。結構商店街歩いてみたら古着屋がたくさんある感じですね。古着屋ばっかみたいな感じで、でもちょっとコアな古着屋とかはあっちの大通りの反対側にあるんですよ。だいたい初めての人とかは商店街見てよ帰っちゃうんですけど、もっと楽しみたい人はあっち。いいですね、やっぱ古着屋店員さんは詳しいですね。だから今日はもう、まあ、飯食って帰ろうかな。理解早っ。あのベルギー戦、ワールドカップのベルギー戦入るの次はサッカーかよ。もう分からんて。早いですよ。ついたよ、ついたよ。ご飯つきました。鶏カツタルタル金色。ここがやっぱ良かったりするんですか。高円寺来たら金色っすか。高円寺来たら金色っす。まあ、あの日本も金に輝くだろうってことでね。あ、ワールドカップはここでとんかつがたくさんあるっていう店ですか。そういう感じです。じゃあここに入っていきたいと思います。ちょっとこれです。待って、早くします。理解早くやらないとね。ベルギー戦ぐらい。今日もうサッカーの話でうるさいんですよ。僕も届きました。じゃあ食っていきたいと思います。はい、というわけでご飯食ってまいりました。美味しかったですね。めちゃめちゃうまかったけど、めちゃめちゃ量多かった。結構ガチで食いたい人とかにはいいかもしれないですね。うん、そうだね。うん、普段服巡るってなったらどこ巡ったりします？セカストが高円寺だとやっぱり結構有名。へ、うん、ヴィンテージとかミリタリーとかもちゃんとある。そう、ちょうど店の反対側に。 あれっすか。そうそうそう、結構でかいっすね。そうなんです、2階建てでめっちゃ広いんですよ。とりあえずチラッと見てきます。セカスト行きますか。というわけでこちらのセカスト向かっていきたいと思います。はい、というわけでね、今、はい、セカストで見てきました。結構すごかったですね。いや、ここ普通に、うん、2人とも欲しいみたいな、うん、そう、めちゃくちゃ欲しいやつがね、お互いどっちも欲しいってなって、ね、でとりあえずまだ1店舗目なんでステージです。いや、結構すごかったですね。 あれはいいな、うん、で普通に軍パンとかもね、結構ありました。そうですね、軍パンの M65 とかあったし、うんうん、デニムもスウェットもめっちゃいろいろ。古着好きならフリエル系のやつ。普通にセカストって思えないぐらいのなんか品揃えでしたね。このセカストマジいいっすね、うん。また他も行きますか。そうっすね。普段高円寺駅から降りたらあいつも回るルート的なのあるんですか。ルート的なのは、うん、商店街を機に下って、で今のセカストを見て、でそのまま通りを1個またいで、アンダーグラウンドな感じの古着屋がいっぱいあるんで、そっち行くみたいな感じですね。でとりあえず商店街突き進んでセカスト行ってみたいな感じ。そうそう、そういう感じです。なるほど。ちなみにちょっとここ空いてるんで、ちょっと菅さんのコーデ紹介とかもします。お願いします。ありがとうございます。まず帽子が、はい、アンブロのこんな古くないキャップ、ミッドキャップ、サッカー小学生とか被るようなんですけど。いいですね。ちなみに僕も今日アンブロっすよ。合わせてきたんですよ。なるほどっすね。予知してたんです。そういうことか。そうですね。でこれがちょっと、これの紹介してもらっていいですか。はい、でこれはアメリカ軍のエクワックスの第3世代のレベル7のプリマロフトジャケットって言うんですよね。ここはね、これ結構デカめで着てます。なるほど。サイズなんですか。これラージレギュラーです。ちょっと開けて下のね、白いシャツ見せてレイヤード感出しておりまして、この白シャツがアメリカと冷戦といえば、はい、アメリカと冷戦、はい、ロシアじゃないですか。そうです、これが80年代のロシア軍のスリーピングシャツです、はい、なるほど。だから冷戦っていうこと。すごいっす。でそのスリーピングも冷戦が止まってるっていうことの表現ってことですか。そういうことです。いえ。で一応このスリーピングシャツが冬用で、裏肝になってます。あ、本当だ。そうっす、なんであったかいっす。なるほど。パンツ紹介してください。パンツはこれラルフローレンの昔の 90s ぐらいのスラックスです。へ、うん、えー、なんか結構太めなんで、はい、センタープリーツ入ったんですけど、はい、わざと履きまくって消して、はいろいろ合わせられるようにしたんです。綺麗めっすね。なんかそうっす、綺麗めな感じで、最後僕の今日の目玉はこの靴っす。おー、これはあんま見たことないんですけども、これはサロモンとマルジェラの MM6 のコラボのクロスローという靴です。マルジェラとサロモンがコラボしてるんです。そうっす、これ10月に出たやつなんですけど、ああ、じゃあ現行のやつってことですか。そうそうっす。めちゃめちゃかっこいい。ドローコードついてる。そう、ドローコードになってて、こうキュッと締めて。なるほど。え、これもしかしてリップストップ生地じゃないですか。とりあえずちょっと知ってる知識持ってこうとするな。
そうね、まあリップストップ生地なんで、はい、まあ頑丈だし、あとこれあの水弾くんで、あ、雨でも履ける。あとやっぱこのドローコードで締めるんで、はい、毎回このシワの寄り方とかが違うんで、はい、毎回ちょっと違った表情を楽しめる。なるほど、表情出ましたね。表情僕もちなみにリップストップ生地です。さすが、やっぱ違いますね、リップストップ生地を知ってるとこは。違います。こんな感じですね、はい、ちょっと一周回ってください、うん、早すぎて早すぎる、あの三笘ぐらいの感じが今日のコーデっていう。こんな感じが今日のコーデです。撮ります。あ、何ですか。トモヤンの今日のコーデ。トモヤンのコーデはあと何テンポ回ってから撮りますか。じゃあ、じゃあ後半のお楽しみ。そうですね、こっちに行けばめっちゃ見てくる。じゃあ人気者じゃないですか僕たち。何あの気持ち悪い人たち。いや違います、スターの見る目です。あの瞳孔が開いてましたよ。というわけで、あの巡っていきたいんですけど。そうですね、でこの後ちょっと僕の知り合いがいる古着屋で撮影ができるっていう許可をいただいたので。ああ嬉しいですね。まずそこ行きたいです。そうですね、撮影店内できるのは嬉しいですね、うん、その店がなんていう店なんですか。フォーカルっていう、ボンボンダウンってわかります。あ、名前だけ聞いたことある。どんどんダウンの系列店なんですけど、そこにちょっと行きたいわけでございます。じゃあ行きたいですね。あとどのくらいで着きますか。もう10です、商店街のところってことですか。そうですね。あ、ありました、あそこですか。こちらです。じゃあ向かっていきたいと思います。というわけでこちら撮影許可いただきましたので、はい、中に入っていきたいと思います。フォーカルというお店に入っていきたいと思います。こんにちは、よろしくお願いします。店員さんが菅さんの知り合いって何。フォーカルで働かれてる甲斐野幸輝くんです。よろしくお願いします。ここの店内ってどういう感じの店とかですか。アイテムとしてはマラルフローレン、エラー品とかなんかあって、裏原系のグッドイナーとか、そういうデューシーとかのアイテム置いてあります。ありがとうございます。じゃあちょっといろいろ見ていきますか。見てください、ゆっくりと。何やねこの。じゃとりあえずいろいろ見てみますか、はい、やっぱもう冬系なんでアウターあたりとかいいのあるないかなっていう感じなんですけど。ゲスやん。ゲスの古いのは結構カジュアルに着こなしているのが多いんで、最近のゲスってちょっと派手なの多いから。そうですよね、ゲスって言ったらヤンキーのイメージあります。そう、うん、いやでだせーんでしょ。2年前や。結構あれですね、いろいろある感じ。これ90s 風のかな、うん、これ結構いいっすね、かわいいこれ、うん、ちょっと汚れてる、うん、ちょっとめっちゃ安いわ、3000円。これいいっすね、普通にこれかわいい。なんか色の配色も、うん、色の配色とか言うとまたさ、腹痛が痛いとかさ頭頭痛が痛いとか。でもこの風もいいっすね、あの日本もドイツに勝ちましたしね。そうだね、確かに確かに。じゃあ今日はアディダスとプーマ縛りで。そうですね、もともと兄弟のブランドですね、うん、あのこれとか色良くない。あ、いいっすね。これビーンじゃん。ビーンって何ですか。僕名前だけは知ってるんですけど、 LL ビーンっていう、うん、まあ、これ人の名前なんですけど、 LL ビーンとかのアメリカのアウトドアブランド、うん、カジュアル系のブランドで、こういうジャケットとかアノラックとか、うん、そのキャンプキャンパーが好きそうな、キャンパーが使いそうな服がいっぱいあるブランドで、アウトドアブランドみたいな感じ。そうね、本当にアウトドアのブランドって。あのラックとかすごい有名かな。あのここにこうチロリアン柄のテープが貼ってあるあのラックがあって、うん、それはすごい有名。LL ビーンで。LL ビーン。ラドベン。ラドベン。ロレツ回ってないじゃないですか。いうの。あ、シュプリームとかもありますよ。これシュプ古いやん。そういうちょっと新しいやつもあるね。モヘアではない、シャギー的な。シャギーでもないか。何ですかシャギーって。シャギーなんかあの足拭きマットみたいな。シチューシーが22の AW で、うん、シャギーのカーディガン出してた。雑誌とかもありますよ。ここら辺にある雑誌とかはそのあれですか、裏腹系みたいな。そうですね、なんか主婦の本とか年経つごとにちょっとずつ高くなってるみたいな。売り物なのじゃないです。サンプルみたいな。読めるよ的な。あ、そうだと思います。これはこれも2012なんだ。 AW のルックみたいな。ちょっと見ていいですか。あ、もちろんです。なんかここら辺とかやっぱ見覚えある。このニットとか。これいつのやつですか。これ2012です。2012から服とか興味持ってあったんですか。ちょあのボーイの人分かる。あ、分かります。あの某、うん、ボーイがさ、うん、確か着てた気がする。あー、けどあの人めちゃくちゃオールドのシュプリームとか持ってますよね。めっちゃあの人シュプ好き、うん、やっぱ昔からかっこいいな、シュプ、うん、あのちなみにシュプリーム、はい、海外の人はスプリームって呼んでます。この空気を感じ取ってください。
結構あの日本のスケーターの人とかは海外のスプリームの人と仲いいからスプリームって呼んでるんですよ。だから動画であえてスプリームって呼んだりするのも通かなと思いました。ここら辺にあるのがそれこそ裏原系の、いいですね。おお。さっきも言ってましたけど言うね、うん、それ一番言うと形良くないの、うん、グッドイナフが藤原博さんのブランドでしたっけ。藤原博と か、うん、4人ぐらいでやってたブランドで、そっち系のデザイナーで、うん、最初は名前公表せずやってて、うん、なんか聞いたことあります。で、うん、ブランド辞めた時に、うん、解散した時に名前を公表した、うん、なんか雑誌では自分のなんかブランド着て出てたっていう感じだったっすよね。そう、うん、広志藤原パンチ系ですね。この辺の裏腹のやつが多かったりするんですか。インスタのアカウントまだ残ってるんですよ。鍵垢だから今からフォローしようとしてもフォローできないんです。グッドイナフですか、うん、その時代からインスタあったんですか。インスタがあるのはインスタができてからだろうけど、おもう今フォローできない。すごい。これシャツとかもとかいいじゃん。おあ、プルオーバーになるんだこれはもう。あ、じゃあ店員さんのコーデ紹介とかもしてみます。恥ずかしいな。じゃあちょっと首元あたりから紹介してもらっていいですか。わかりました。こちらレッドキャップのリメイクのアイテムで、でパンツが、はい、この相方のブランドのボールジーブラザーズ、いいですね。靴は何ですか。でシューズはソンシンバルっていう韓国のレザーブーツのブランドで、おお、うん、なんか一点一点手作りなんで。手作りなんですかこれ。そうですね。いいですね。ヒールブーツですね。です。アクセサリーとかつけたりします。リオ高島さんの、ブランドなんですけど。知ってます。インスタがすごい人ですよ。そうですで、ティファニーの、なるほど、はい、シンプルなデザインなんで小指に最適なピンクだと思ってます。ネックレスとかはどこなんですか。ネックレスはこれはグッチのネックレスなんですけど、現行ですか。いや2001年とかのやつですかね。そうなんですね。そうです。ピアスとかはどこですか。あ、ピアスもそれこそ菅さんが働いてるダメージゾーンで購入させていただいたものです。ありがとうございます。こちらこそ。あ、菅さんが戻ってきました。わかりました。人気者で嘘つけ。そうだよな。 TikTok10 万 YouTube4 万インスタ 1.5 万の僕はちげえな。メンズノンノンもそこで追加で。違う。あなたはメンズノンノンではないです。まだ買ってくる。待ってここで買いましょう。え、ステーシーとかもあるじゃないですか。ありますよ。オールドじゃん。白タグの、白タグって何ですか。コンタグとか黒タグとか白とかいっぱいあって、うん、白はでも90でもそんな古くないよね。でもこれ形とかサイズ感めっちゃ良くない。 XL。 あ、マジ、うん、しかも、はい、この乳首タグ、乳首ロゴ。何ですか乳首ロゴって。知らない。え、今自分で考えたってことですか。あるのかと思いますよ。ああ。そんなこれいいね。こっちもある。こっちはストリートっぽいスプレー絵画みたいな。なんか今のステューシーこういうのあんま見ないですもんね。ね。うん。このバットマンのシングルのビーニー可愛くない。あ、いいっすねそれ。ここら辺のこういうシュプのニット帽とかも普通にかっこいいんだよね。うん。これ多分結構最近のやつですよね。多分見たことあります。かぶってみていいですか。はい。あ、いいじゃないですか。どうですか。かぶってそう。帽子ってなんか微妙に自分の形がそうじゃないかな。そうですね。本当にちょっと違うだけでマジで毎回かぶるかかぶらんか変わるっすよね。あ、 K イコール MC 4乗ですよ。俺これ知らない。どういう意味。え、これは普通は E イコール MC スクエアなんですよ。うん、MC の2乗なんですよ。それをグラフに表すとどうなの。グラフに表すと4次関数なんで、まあ、4次関数って言ってもこれ原点通るんで、うん、まあ、C を変数としたら、うん、こんな感じです。ちなみに C はあの 3.0×10^8 m/s 光の速度なんですよ。で、あ、そうなんだ。そう、この世であの一番速い速度が光の速度なんです、うん、で光の速度から光の速度を見た時に、うん、あの相対性理論っていうやつが出てくるんですけど、興味ないな。興味ないな。思った以上に長かったわ。そんなに掘り下げると思うんだった。びっくりした。ちょ、この帽子一回かぶってみていいですか。どうぞどうぞ。これ野球部がするやつがあります。あのちっちゃい頃やってたな。スキャンしますとか言って。あ、どうですか。あ、でも好き。これの意味が知りたいですね。ね、どういう意味なんだろう、うん、二人の愛の方程式とか。一回あっちら辺も見てみます。今日コーデュロイのパンツとかありますよ。黒とかネイビーとか珍しいっすよ、うん、しかもこれアンドリューじゃないですか。何ですかアンドリューって。ナルフの血のパンの形で、僕の好きなアンドリューって形があるんですけど。どういうシルエットなんですか。ツータックですね。おお。
2タックって何ですか？折り目を。あ、これがタックって言うんですね。そうです。でこれ2つあるんで2タック。これがあるとシルエットが良くなるんです。僕も今日2タックなんですよ。これが2タックです。そう、そうするとこうシワの入りとかももの広がり方が綺麗になるんですよ。そうなんだ。だからなんかその服好きな人と古着好きな人とかは、うん、タックがあると、うん、ラッキーみたいな。ちょっと嬉しいみたいな。タックがあるとラッキーって感じ。そう、ゲート系のブランドだとあんまタックのあるパンツってないから、ね、あんまその文化ないから、うん、ボレラーだとちょっと嬉しいみたいな。普通にマウンテンライト、これノースフェイスのマウンテンライトですか？うん、こうやって古いやつじゃん。普通にあ、そんなことそんな古くない。あれ古いわ。どこで判断してるんですか？ゴアテックスのこのタグが古いタグなんで、僕ノース詳しくないんですけど、うん、まあ、でも2000年以降ではあるっぽい。これなんですか？これ LLB です、ね。おさっき LLB も形かっこいいんですよ、やっぱアウトドアブランドだから、ね、うん、こういう形ですよね。なんか僕的に最近クソでかいマウンテンパーカーを、うん、なんかスラックスとかで合わせるのかっこいいなって思って、うん、あ、逆にそうです、この間僕ちょっとその合わせやったんで今その画像をここに出しておくんですけど、ここに出して YouTuber ここに出して YouTuber え、これエビテックやん。何ですか、エビテックって？エビテック、まあ EB テックって言って、うん、エディーバウアーっていうアメリカのカジュアルブランドがあるんですけど、あ、僕エディーバウアー知ってます。知ってますか？ダウン発祥のやつですよ。あ、そうそうそう。でそこが90年代に6、7年くらいかな、やって消えたライン、はい、それがこの EB テックって言って、まあ、テックって名前の通りその本格的に山登ったりとか、うん、そういうアウトドアの活動する人のために向けて作られたやつ。そう、なんか一回復刻もしたけど全然人気じゃなくて、うん、ただカニウエストが私服で着てたりとか、うん、そういうのもあってちょっと最近人気になりつつある。あ、見る？あ、見ます。やっぱ結構シルジャケットも気になってるんですよ、ね、やっぱさっきのちょっとセカストでね、俺あれ欲しいっすね。あれ今のところシルジャケットってなったらそれっすもんね、うん、今一番ベスト系もね結構欲しかったですね。フリースベストとかかっこいいじゃん。これ僕フリース一個も持ってないんですよ。これポロジンじゃん。なんすかポロジン？ラルフローレンポロジーンズのカジュアルラインですね。ラルフローレン、いや、これに合いそうじゃないですか？うん、めちゃめちゃ合うと思う。あ、ちっちゃいか。ちっちゃいっすね。カラーリング的には好きだったんですよ、うん、こっちにも1個あるんですよね。こっちの方が大きいノース、真っ青、まさにサムライブルーですね。帰っていい？帰っていい？俺といるんだからさ、サッカーはもう終わったでしょ。私との時間を大事にしてる。元カノみたいな。このノースフェイスね、それもいいね。青がね、あんまり僕の顔に合わないんですよ。僕あのイエベなんで。あ、周りの空気感はいつも青いけど、ね、確かにちょっと違うかも。ちょっと違うですね、うん、僕結構赤系の方が合うんですよね。そうだね。あれ待って、今これデッドスか、うん、裏腹系のやつがちょっと欲しいなと思って、はい、はいはいはい。なんか1個は持っておきたいですよ ね、 なんか普通にエイプとかも結構気になってる感じです。なんかそのカメラワーク。これはなんていうやつなんですか、このブランド？これグッドイナフ。これグッドイナフ。そう、はい、グッドイナフって読むんですよ。グッドイナフ。それ形かっこいいね。いや、これここもポケットなの？はい、すごっ。バッテリーいっぱい入れんじゃん、これの。バッテリー GoPro の。そう、めっちゃ裏方までしてるやん。ちょっと試着したいですけど。あ、もちろんいいっすか。もちろん。なんか思いっきりギュンって絞って履いたら調子良さそう。じゃあ試着したいと思います。さよなら。あ、いい。あ、一緒に入っちゃった。え、ディテールがいいっすよね。なんすか、なんすか。うん、いい。ディティールじゃなくてディテールっていうのがちょっとツー。あ、最近まで僕ディテールって言ってたんですけど、なんかいろんな YouTuber がディテールって言ってるから。なるほどね。ディテールにしますけど、英語の発音はディテールです。いいじゃんそれ。靴履いたりしたら、靴ボロ。この跡がいいです。あ、かっけえかっけえ。これちなみにこれスケボーの跡じゃなくて、はい、アウトサイドでシュート切った時の跡です。あれ、スケボー？サッカーやってるんですか？あ、僕サッカー部でした。超強いもんね。そうです。スペイン対コスタリカを彷彿とさせる試合ばかしてました。コスタリカなんですけど。ロールアップした方がいいですか？これはロールアップした方がいいです。
なんかロールアップの仕方もなんかありますよね。俺あんま分かんないんだよね、ロールアップしないからさ。こうしてなんかこうする人いますよ。確かに。こっちのアメリカンカジュアル。そうで、これなんでこうするか知ってます？知らない。これここにタバコをあれ、タバコ吸った後に吸い殻をここに入れるとか。入れるんだ。カウボーイとかが捨てたんですよね。あ、そうなんだ。はあ、すげえ。僕カウボーイです。いや違います。メンズノンノです。あ、メンズノンノ。メンズノンノじゃないです。洗脳されてるわ。バギーっぽいのかな。ネットがあるな。あ、いいじゃん。え、超かっこいいじゃん。いいっすね。僕はこのインディゴっぽいデニムも持ってなかったんですよ。ちょっとリジットで、これは、でもほぼ新品？そんなこともない。デッド。デッドですか？もしかして。あんまり。いや、これはミントっすね。ミントって何ですか？デッドコンディションの次の、ほぼ未使用みたいな。それをミントって言うんですか？ミントコンディションって言うんですか？これめちゃくちゃいいっすか。それ良くない？俺それはめちゃめちゃいいと思う、イナフって結構細いのが多いから。そうですね。いやマジで僕もそんな印象あります。このポケットがいいっすよね。うん、だから GoPro のバッテリー入れられるもん、結構深いっすよこれ。あ、マジ、うん、じゃあこうやってデートできんじゃん。え、どういうことですか？でもこうやって一緒に歩ける。一緒に歩ける。なるほどですね。じゃあ帰るわ。ありがとう。ちょっと待ってください。だけどこれ結構効いてます、なんか今のブランドでもこの形とかこのポケットの感じがなかなかないよ。これ後ろとか見えるんですか？L 表記だった。 X サイズ表記、このなんか裏が分かんのいいっすよね。うん、なんかわざと折って履くのもかっこいいかもしれない。あ、いいっすね。っていうか、長いから。うわ、これかっこいいっす。これ買います。ありがとうございます。いい買い物ですね。これ最強だと思う、こうしながらね、歩きますし。脱いでいいよ、早く。ちなみにこっちもできます。うん、脱いでいいよ、早く。じゃあ脱ぎます。脱げた？おお、早すぎ早すぎ。よし、じゃあ脱ぎます。はい、そうです。お帰り。決まりで。決まりです。これですか？うん、これいいね。これいいっすよ。ワンブロとボットのコラボ。そうです。これおいくらですか？270円。270円。ちょっと着ていいですか？安いやわ。ちょっとこれ欲しかったんですよ。というわけでちょっとイナフのデニム買いたいと思います。ありがとうございます。いやめちゃくちゃいいと思いました。嬉しいです。この赤の裏地とかあんま見たことないじゃないですか、うん、それとこのポケットとたくさんある感じ、しかも深めっていうのがいいですね。結構ね、助けを求めない。あなた YouTuber でしょ。そうです。お願いします。こういうの珍しいですか？でももうだんだんもうなくなってきてる感じ。そう、価値も上がってますしね。いいっすねこの店。普通の有名なブランドとかもあるし、裏腹系のやつもあるって感じ。また来ます。ありがとうございます。待ってます。フォーカルの会のコウキくんでした。はい。いつも働いてるんですか？そうですね、基本こっちか。どんどんダンってわかりますか？あ、名前だけ知ってます。の系列のお店で、こフランチャイズやってるお店なんで、あ、各地方にあるどんどんダンとはまた違うんですけど。そうなんで働いてるって。そうです。どっちかにいます。じゃあ会いたい人はそちらに来てください。お願いします。ありがとうございました。また来てください。応援できたい時は来たいと思います。ありがとうございます。ねえ、買いましたね。いやー、買ったっす。めっちゃいい買い物でした。ナイスバイ。ちょっとあっち行きますか？はい、サファリあるんで。サファリ。そうです。早速高円寺といえばこのね、サファリっていう古着屋、多分みんな聞いたことあるかもですけど、これ有名なんですか？結構有名ですね。サファリは高円寺にも何店舗もある系列店なんで。じゃあちょっとサファリっていう入っていきたいと思います。行ってみましょう。はい、これが1号店か。おお、じゃあ元祖ってことですか？そうですね。じゃあ入っていきます。サファリ1号店行ってきました。まあこういうのはたくさん巡っていきたいですね。そう、言ってください。ちょっとすいません。はい。今更なんですけど、はい、こうで紹介してもらってもいいですか？あ、いいっすよ。言わされました。今日はこうで紹介やっていきたいと思います。ドゥーン。まずは全体がこんな感じですね。はいはい。はい、で、まあ、テーマはサッカーです。はい。ポイントとしてはこのアンブロが、はいはい、まあ、イングランドのサッカーブランドじゃないですか。
はい、でまず帽子から紹介します、はい、こっちがナイキのブートナイキっすね、はい、近い近い近いごめんなさいごめんなさい三笘のプレスぐらい近いねちなみに髪の毛が、はい、あの南野ですけど結構伸びてきたっすね、うん、伸びた菅さんと初めて会った時からこのあの時まだサイドがあんま長くなかったっす、うん、2ブロックも結構伸びてサイドサイドですえ何ですか三笘の話ですかあじゃあもう感じですね、はい、でこれがブートのナイキでこれは結構紹介してますね、はい、運動がね菅さんも分かりますわ、ね、かりますもう鬼バズりっすねこれはでこれがボットとアンブロのトラックジャケットですね、はいはい、でさっきテーマはサッカーって言ったじゃないですか、はい、でこれボットっていうブランドでこれ架空のサッカーチームを連想させて作った、はい、あのワッペンなんですよ、はい、でそれでちょっとサッカーを入れてるっていうのと、はい、あとこのボットっていうブランドは日本のブランドなんですよそれがまた日本を応援するっていう意味合いであるっていうの、はいはい、バースオブティーンエイジャーっていう略なんですよ、はい、ボットってだからまあ若者発信のみたいな感じで結構久保くんとか三笘選手とか、はいはいまあ、ちょっと若い選手が活躍してるっていう意味合いでちょっと新しいブランドを日本のブランドを着ていこうっていう感じ、うん、なるほどで中のスウェットがナイキのブートらしいですねそうですあの先ほど判明しました私が見て僕今まであのナイキのこの銀タグってずっと思ってたんですけどはいこちらのタグですねこれがブートらしいですねそうっす銀タグ叩きタグ多分ないんでまあ多分縫い方的にもブートかなと思います、ね、なるほどブートの方がかっこいいっす、うん、正直ナイキタグレフトも結構いい感じ間違いないっすそれ でこれはプロッパーのカーゴパンツはい BDU っすねそうっすこれ結構菅さんの方が詳しいっすよねそうですこれうちの店でも取り扱いがあって、はい、プロッパーっていうブランドは米軍に服も卸してるアメリカのブランドなんですけど、はい、一応卸アメリカに卸してる実績は全米ナンバーワンのブランドで、ロスコとかいろいろあるんですけどプロッパーが全米ナンバーワンじゃあナンバーワンっていうわけでサッカーのワールドカップ優勝を込めるっていうじゃあ靴お願いします靴をナイキのブレザーですねはい、はい、ちょっと1個質問いいですか、はい、今サッカーの話を散々してきて、はい、なんでバッシュなんですかねって思うじゃないですかこれよく見てください SB って書いてあるじゃないですか、はいはいはい、これみんなスケートボーディングって思われてる人いるじゃないですか、はい、本当はサッカーボールの略で僕は使ってますさあ次行きましょう今日ちょっとバッグの紹介だけ、はい、バッグ部屋の紙っていうところで買ったんですけど、はい、どうすかっこよくないですかなんかあれですちょいダサみたいな、ね、そうちょいダサがいいんですよ、うん、でこれエナメルってあの頃のサッカー部を思い出すんですよそうですねで俺の必殺技さすがこれです僕もエナメルバッグの革命的な背負い方、はい、あるんですかこれを、うん、みんなこうじゃないですか、はい、ここなんですよ普通にお疲れ様ですおお盗んだねあとともやくんの動画にはたくさんの女性視聴者がいると思うんでここで一個得な女性向けの情報を、はい、こっちの方に行きますと美味しいマカロンのお店がありますマカロンの店ですかマカロンこれめちゃめちゃ美味しいんで 90% ぐらい女性だと思うあの 98% 男ですじゃあちょっと、うん、あっちの方のプレギア行きますか OK ですいやここは商店街から離れたところの店そうです今ちょうど背景に見えてると思うんですけど、うん、今商店街僕らが今ずっといた方で、うん、今からちょっと離れた方に、ね、行きますよくあこの通りが高円寺だったらコアなみたいなコアってまあそうですね大体みんなここに行き着く最初は商店街みんな行くけどそうちょっと公園で2になり始めたらこっち行くで、はい、公園でいろいろ巡りました、はい、ありがとうございますありがとうございます okay、まあ、僕がね買った商品があるんでそれ紹介して、はいまあ、今回の動画は一応ね、はい、終わっていこうかなと思います、はいはいはい、というわけで僕が買った商品なんですけど、まあはい、結構いろいろ言ったんですけどグッドイナフのデニムを買いました、はい裏腹系のエイプとか、はい、そっち系のブランドも買いたいなってずっと思ってて、うん、古いやつだからあんまいいのないなって今まで思ったけど、うんうん、こうね太めのパンツ見つかったんで、はい、これを買いましたはいナイスバイル高円寺は全体の総括としては下北よりも店の量多かったっすね、うん、なんか一箇所に凝縮してるって濃い店が多い結構一日費やせるぐらいはあります、ね、全然あるまた高円寺とか行ったらいいかな、はいはい、ぜひ行ってみてくださいというわけでね、まあ、今回の動画はこの辺で終わっていこうかなと思います。菅さんのインスタとかも、まあ、一応貼っとくんで、ぜひみんな見てください。というわけで皆さんご視聴ありがとうございます。というわけでちょっと1日後なんですけどちょっとアイブのイベントがあって幕張メッセの近くに来てるんですけどそこの近くにね今アウトレットがあったんでアウトレットも見ていきたいなと思いますやっぱ高円寺でね全然かませなかったんでちょっとかましていきたいなっていうところはありますねちょっと見たんですけど僕が今狙ってるのはやっぱモンベルあたりですよねモンベルのスペースとかちょっとアウトドア系をねちょっとかまそうかなと思います
買いました。とりあえず買ったやつをね開けていきたいと思います。というわけでちょっとね多分この動画結構長いんで、はい、パッと紹介します。買ったのがまずはこっちですね。ケーブルニットワッチキャップで、これめちゃくちゃ良かったですね。なんか中結構あったかい感じのやつで、でモンベルっていう、やっぱ日本のブランドをしていきたいですよね。一応かぶってみるとこんな感じですね。でバッグ持ってみたら結構いい感じに似合うかな。なんか耳まで隠れる系のビーニーをね1個欲しくて、で普通のビーニーだと耳まで隠れると頭が変な形になるから、はい、この辺のねボンボンがあるの、まあ、1個持ってなかったので普通にありかなっていうのと、安いっていうね。続いて買ったのがモンベルのフリースベストみたいなやつですね。で、まあ、商品名的にいくとこのクリマエアベストメンズ L サイズ買ったんですけど、結構ねこの状態で見たらこれみたいな感じになるんですけど、着てみたらめちゃくちゃ良かったんですよね。というわけで今回はねあんまり撮るつもりなかったんですけど、いいやつ見つかったんで買いました。で、多分この動画が12月の中旬ぐらいに上がってると思うんですけど、12月の18日になんか古着フェスみたいなビッグのイベントみたいなやつがあるんですけど、そちら行ったら僕に会えるんで、ぜひねそちらも来てくれると嬉しいなと思います。というわけで皆さんご視聴あらっさー。